こんにちは。こんにちは。バスガードビットスの白木山蔵大輔です。遊びに来てます、高橋文春です。はい、今日はですね、高橋さん、なんとあれですよね、セミナー24日、2月24日に大人のセミナーやるらしいじゃないですか。そうです。あれって、確かベリンボロとアーノルド・サドルですよね。はい。今日は、ベリンボロって裸でかかるそうですか。いや、これ裸でしかやったことないから、ベリンボロは裸でやるものだと。いや多分国民の 95% は同意ってことですね。あ、そうなんですか、うん、なんか人体ってベリンボロをやる用の溝みたいなのがたくさんあるので、これ裸でやるのかなと。なるほどっすね。いや実際だけど、そのどこを持ってとかってなんか、うん、特にし要は僕のイメージだと、下からベリンボロって持ち手がないじゃないですか、初めての人。うん、それを今度セミナーでやるんですよ。はいはいはい。実際これを、まあ、これちょっと触りだけ教えてほしいんですよね。じゃあちょっとチラ見せしちゃいましょうか、ボトムから。そうですね、はい、お願いします。じゃあまず、まあ前提デラヒーバーを組みます。デラヒーバーを組みます。で、リストを持ちます。ここがハードのセットアップです。で、ここからですね、ここからこの足とかをスッと置いて、で腰をピッと浮かして足を突っ込みます。突っ込んだら、これ引っ張りながらこの足を伸ばすと、ふっかりになって前に潰れるんで、反対の腰向きでと、ベリンボロの大旋風で、こう引っ張りながらこっちで、ほら、おお、これは膝カックルすごい、めちゃくちゃ強いんですけど、うん、ポイントとかはあるんですか、実際。まあ、リストをちゃんとコントロールできること。あとリストの持ち方、はい、このやっぱりここを引っ張って斜め前に崩せないと崩せなくなっちゃうから、なるほどなるほど。細かいことを言うと、はい、この触りだけじゃなくなっちゃいましたけどね。そう、はい、細かいことを言うと、この辺持っても、あ、なるほどなるほど、引っ張り返せるじゃないですか、はい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 、この関節の継ぎ目とかに、はいはいはい、引っ掛けてクッとやると、これ抜ける、お、崩せるんで、それと同時に、はいはい、この足をクッとやるとこうなる。そうなると、ちょっと流れでやります。はい。で、デラ組んでなって、もういや、アトラクションですよ、完全な多分動きが、うわ、ね、本当にかかります、めちゃくちゃ。これやばいっすね、これ。いや、これ俺もベリンボロ、うん、いろんな人のベリンボロ受けてましたけど、うん、攻撃的なベリンボロですよこれを。だけどこれって道具でも絶対応用できますよね、実際。絶対できると思います、うん、ただ、なんかまあ、このじゃあ実際このベリンボロになった対戦の時、道具だとどうやって腰ずらされないで、もうしつこく追っててバック取り切るのかとか。ああ、なるほどなるほど。相手をこの状態から腰に繰り返して背中を向けた後に、はい、どこを抑えに行ったらフルバックに乗っていけるのか。はい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 。その道着がなくても相手をドミネートできてしまう、うん、だから道着でも農着でも使える、そのベリンボロのドミネートのところとかを細かくセミナーでやっていこうかなと。これは楽しみ、ね、なんとしかも、はい、キッズセミナーについてこのパスガードフィットネスで見ましたので、ね、言ってくだされば、セミナーの代金がですけど、なんとメンバー価格でご受講いただけるというね、はい、とんでもない企画ですよ、これ。はい、申し込みフォームに多分備考欄がついてるので、そこにパスガードフィットネス見ましたと一言入れていただければ。なるほどね。ご案内させていただきます。はい、ですのでぜひね、同意やってる人もこれ絶対受けた方がいいです。はい、ぜひ、ご受講お願いします。はい、いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございました。はい、高橋さん、あとなんかあれですよね、セミナー以外の教則動画を出されているということで。あ、そうなんですよ、はい、僕の第一次審査君、これ今までの教則の中で一番の審査なんですけど、はい、バックのアタックとエスケープの手順を、うん、もう全て1から10までその通りにやったら、北米の団体でチャンピオンになれるメソッドを詰め込んだ。なるほどですね。これちなみにいくらなんですか、ちょっと下水話ですか、ね、これ、まあ6600円ぐらいにします。6600円でチャンピオンになれるんだったら、これ買いますよ、はい、なれます。
これ、はい、例えば、はい、パスとかガードワークとかと違って、うん、レスリングとかと違って、はい、感覚を要求されるところが少ないんですよね。なるほど。だから手順を抑えてそれを踏襲すれば、はい、誰でもバックの攻防は制圧できるようになります。知ってるか知らないかです。再現性が高いですね。再現性が高いです。はい。ですので、こちらも概要欄に貼ってありますので、ご興味ある方はぜひ、お買い求めください。はい。